こんばんは。こんばんは。こんばんは。なんかお顔がテカテカしてる気がする。嫌ですね。こんばんは。こんばんは。寒いですね。今日はでもサムライニンジャフェスティバル楽しかったです。2年ぶりで、なんか前回より人が多くてすごい、なんか大盛り上がりって感じで楽しかった。前髪長いな。こんばんは。ゆずき姫です、今日は。今日はゆずき姫です。こんばんは。ゆずき姫です。こんばんは。姫だよん。そう、なんかさ、本当にこういうサムライニードフェスティバル、なんか なんか武将の方たちとかもさ、本当にす、なんかもうすごくて、いや、なんかステージ上ではもうあれじゃないですか。ステージ上でもなんか武将の皆さんが使う言葉とかを使ってるじゃない。でさ、今日なんかステージ終わってなんか写真とか撮るタイミングで、そう、なんかさ、ちょっとさ、なんかさ、なんだっけ、ステージ終わって写真、まあ、撮るってなった時に、なんかそのまあ一気に多分ステージから人が降りて、あれ？どんな感じだったっけ、なんかすごい人がいっぱいいたんですよ、裏にね。でなんかちょっとポンってぶつかっちゃって、かたじけないって言われた。 それもなんかツボすぎて、個人的になんかすごくない？かたじけないがさ、そんなすって出てくるのすごくない？ それになんかすごいテンション上がっちゃって面白かったです。 すごいよね。次の日とかもう言っちゃいそうじゃない？かたじけない、そう、かたじけないって言われて、あ、すいませんって。そう、それが結構、そう、すごいなんか素敵だなと思って。そう、すごいなんかそれが楽しくて、でなんかその信長さんとかかなと、なんかお写真撮りますかってなった時に、そう、なんか柚月姫と泉姫みたいな。 そう、それが面白すぎて、そう、姫いつおってる。 めっちゃ面白かった。もう名前覚えてるんだっていうのとかじゃなくてさ、
ゆずき姫とゆずみ姫めっちゃおもろくないっていうエピソード。面白いっしょ。いや本当に楽しかったです。でも今日もなんか思ったより寒くなくていい気温でした。久しぶりにカブシャ衣装着たけどなんかびっくりした。丈が短すぎて。スカートの姫は寒くなかった。姫は寒くなかったですね。はい、姫はこんばんは。本当に今日も会いに来てくれてありがとうございました。楽しかったです。ありがとう。思ったよりもなんかファンの方がいらっしゃって嬉しかった。まあ、昨日手綱だったっていうのもあるからだと思うんですけど、そう本当にありがとうございます。こんばんは。思ったよりなんかステージが広すぎて、私多分前回出た時あんな感じじゃなかったんですよ。多分めちゃコロナって感じだったから、そうすごいなんて言うんだろうマスクもしててって感じだったので、そうすごい人がいっぱいって感じだった。人がいっぱいって感じでした。こんばんは。なんかでも前回もだったけど、すごいなんか家族連れ、家族ファミリーとかめっちゃ多くなかったですか？あとなんかちょくちょく海外から来てるのか、海外、日本に住んでる海外の方なのかわかんないんだけどさ、いらっしゃったりとか、なんかすごい幅広いなって思いました。すごかったですね。前髪切りたかったのに切れんかった。眠くて。ジンバーリーあったかそう。あれね、そうすごいラグビー部みたいになっちゃって、もともとなんかさ肩幅別に狭くないからさ、そうすごいなんかラグビー部みたいになっちゃった。でもあれかっこいいですよね。すごい一気に仲間入りって感じ一気に仲間入り感がすごくて。こんばんは。ドッキで仕事できてよかった、ね、そう本当に結構この仕事もねだいぶ前からそう来てたって感じだったので楽しみでした。今日までが終わっちゃって悲しいけど。そうなんて言ったって今日はデビュー7周年ですから。7周年ですから。何年だってさ早いね。あっという間。こんばんは。
1年目ですからね、今日から。早いね。そう、すごいSNS でもおめでとうっていっぱいで嬉しかったです。ありがとうございます。もちろん昔からね、ハチキとか、まあ私のこと応援してくださる方はもちろんなんですけど、最近出会ってくれた方はもちろん、押すのに歴なんて関係ないんで、たくさん会いに来てください。会える時に、今日みたいに会える時に会いに来てください。こんばんは。最近ファンになりました。いやでも本当にね、ありがたいことに嬉しい、そういう方多くって、コロナ明けぐらいからありがとうございます。コロナがちょっと緩和されてからまたなんか戻ってきてくれた方とかもいたり、嬉しいです。ありがとうございます。こんばんは。うん。鉄のからの侍に楽しかった。そう、なんかそういう多分流れの方がね多くて、今日ありがとうございます。嬉しい。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。好きになってる気はせんけど、7周年改めておめでとうございます。ありがとうございます。本当にありがとう。こんばんは。早い。なんか70年ってすごいな。なんか改めて考えるとあっという間。サムライ忍者フェス出かけるの遅くなって、ステージ後にチラッとしか言えなかった。でもなんか結構さ、なんか無法地帯だったよね。なんかなんていうの、すごいなんか近くなかった距離。いや、いいことだと思うんだけど、めっちゃその辺に私たちいたよね。いや、それがなんかこういう、なんていうんだろう、この愛知県のお仕事のいいところだと思うんですけど、いい意味で結構なんかその辺にいたよね。そう、なんか大丈夫かいと思いながら、いやでも別になんか何かしてくるとかじゃないから全然いいんですけど、いやなんか普通にさ、遠くかより普通に近いしねって感じでしたよね。
それ普通にその辺いたよね私たち。それがおもろかったです個人的に。今回はなかったんだけど、私が前回行った時に、なんだっけ、なんかなんだっけ、あれ名前がわかんないや、なんか行列みたいな、なんだっけ、名前が出てこない、なんだっけな、大名行列、それだ、そう、それがあったんですけど、結構でも本当になんかおもろかったです、それも。そう、おむしゃぎ、なんだっけ、そう、行列みたいなのに参加したんですけど、そう、で、なんか会場着いた時もさ、今日なんかちょっと歩くんでみたいに言われて、まあほんの少しだろうと思ってたら、もう園内回りきってんじゃないってくらい歩いてテントまで、楽屋の、そう、すごい歩きました、いっぱい軽い運動しました。そう、普通になんかさ、でもなんか衣装まだ見せてなかったから、そう、ベンチコート着てフードかぶってって感じだったんですけど、そう、壁車の衣装ね、かわいいよね、めっちゃ好きです、あの衣装。久しぶりに着た、かわいい。あの衣装めっちゃかわいくない？すごい好きなんだけど、でもあんまり着る機会ないんだよな、かわいいけど。こんばんは、グミもらえた、え、そう、なんかさ、いや、私本当にグミもらえると思って、え、やったと思ったけど、ただのノリだった。泉ちゃんと結構後から食べたかったねって話しました。普通に食べれると思ってさ、あのステージ上で食べれるんだと思って、グミもらう気満々だったんだけどさ、ノリでした、悲しい。ギフトありがとうございます。八期おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、イエイ。本当にこれからも見守っててください、ギフトありがとう、ありがとう。また8期でライブとかできたらいいなって思ってるけど、またそれがやりたいなじゃなくて、実現できるように頑張りたいと思います。またっていうか、まだファンの方のコールは聞けてないのでね、8期ライブまたできるってもしなったとしたら、大きなコールが聞きたいです。こんばんは。それもしあるってなったら来てね、みんな。遠い話すぎるかもしれないけど、また夜ってなったら会いに来てください、八木に。また歌おうよ、僕たちの公開やってください。わー、
歌おうよ僕たちの校歌、いい曲ですよね。初めて歌いました、89.1の時。ギフトありがとうございます。ありがとう、こんばんは。うわー、おう、先週に続いてイベントで会えて嬉しかった。もう1週間経つんだね、早すぎじゃない？ちょっと約2ヶ月ちょっとは楽しみにしてたものがさ、もう1週間経ってんだけど、終わって、やだー、ちょっと怖いよって今日ママと話してました。早いねって、約1ヶ月後にはチームコン、そういうチームコンイズめっちゃ楽しみなんですけどめっちゃ楽しみなんですけど、ちょっとどうしてくれる、楽しみなんだけど、ちょっと本当にチームコンみんな来てよ、来ないと、来ないとチームコンサート。チームコン会いに来てね。今からでも間に合いますか？間に合います。間に合います。もしかしたらいろんな歌を歌うかもしれないんだからさ、来てもいいんじゃないの？来てもいいんじゃないの？おまあいろんな歌って言っても、まあ、ちょっと言えないですけど、わかんない、本当にもしかしたら、もしかするかもしれないんでね、はい、後から行けばよかったっていうのはなしで、なしでお願いします、そういうの後から行けばよかったっていう、そういう言葉はなしでお願いします。だったら来てほしいです。行かずに後悔するより、行って後悔した方がいいと思う。え、行って後悔すると思ってるんですか？後悔するわけないでしょ？後悔させません、楽しませます、全力で私たちが。はじめまして、はじめまして、かわいい、わあ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。どうやったら彼女作れますか？それ私に聞きます？それ、なんだろう、自分から行動してみるとかしか思い浮かばないんだけど、名前なんて読むんだろう、ゆずきちゃんです確かに初見だと読めないんかな、これ、ゆずきって読むの、つにてんてんね、月だから、つにてんてんなんだ私たまに間違えられるんですけど、つにてんてんです、ゆずきです、石黒ゆずきです。
163cm の AB 型で、お寿司が好きですね。で、最近20歳になりました。地元も公表してます、一応。地元でお仕事もさせていただいてます、ちょくちょく最近は。で、チームSですね、 SK48 のチームSで、今日 7周年です、このグループに加入してお披露目されてから。名古屋住んでるから菅井に行けそう。あら、それはもう来るしか。栄に劇場があるんで会いに来てください。 GMS 公演に応募すれば確実に私に会えます。仲良くしようって、すごいなんかさ、私にはない距離の縮め方がうまい感じがする。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。公園来てほしいね。そう、公園来てほしい。ゆず、なんかね、写真だけじゃね、私の良さは伝わらないんですよね。やっぱ公園に来てもらわないと。動いてる私見てほしいな、生で。ちゃんと肉眼で見てほしいです。最初の上のとこにある女の子伏せていたら全く浮きません。本当にね、あのね、女の子一人で来る子なんていっぱいいるから。いや、友達できるんじゃないですか、行ったら。全然。でもね、そうなんですよね、応募の仕方がちょっと難しいのかな、わかんないんだけど。私もよく最近はでも座席が決まっててって感じなんで、大丈夫だと思います、そんな。はい、あのね、来てほしいですね。ファンの方優しそうだから教えてもらう。いや、本当にファンの方優しい人ばっかりだよ。みんなに聞いてください、いっぱい。きっときっとっていうか優しいので、いろんなこと教えてくれると思います。女の子、そう、女性エリアとかあるよね、公園って。女性なんたら席、女性なんたら席ある気がする。から、ペア枠か。あ、すいません。すいません。優先席、うちわ持ってばくれそうな。うちわ持ってたらね、余裕です、すぐ見つけちゃう。好きな女の子の服装とか聞きたい。あー、なんだろうな、女の子は何でも可愛いからね。存在が可愛いんで別に何でもいいんですけど、なんだろうな、女の子はもうね、あのね、いるだけで可愛いんでいいんですけど、なんだろうな。でも、ゆず、冬の女の子すごい好きです。なんかニットにミニスカートのロングコートとかにロングブーツか、なんだろう、セットアップとか好きですね。セットアップはもう全人類着た方がいい、私が好きです。か、ニーハイだな、やっぱりニーハイですね。ニーハイ履いときゃもう私が好き。私が好きなだけだけど、セットアップはね、いいですよ。セットアップ楽だもん。好きな髪型も聞きたいです。あー、好きな髪型か。うわー、ちょっと待ってね。めっちゃストレートも好きなんですけど、髪巻いてる女の子も好きだし、ハーフツインとかも好きですね。ポニーテールも好き、何でも好きです。短くても好きです。
何でも好きだよ。何でも好きって一番困るよね。でもごめんね。なんだろうな。でも私が可愛いなって思う女の子はだいたい髪ストレート黒髪って感じが刺さります。個人的に可愛いなって目がいっちゃう。ハーフツインのふわふわの服着た女がいたら私、もうそんなの秒で見つけちゃうけど大丈夫？イントロで見つけちゃうかも曲のイントロで見つけちゃうかも。いやでも本当にね、私本当に見つけるの得意なんですよ。見つけるのも得意だしね、覚えるのマジで早い方だと思うから任せておいて。そこら辺こんばんは。マジですぐ見つけるから安心して。そんな私、僕見てくれたんだなとか思わなくていいからね。すぐわかるんで。ゆずきちゃん覚えた、頑張る。ありがとう。インスタもやってるから見てね。とことんとことん宣伝していく。こんばんは。まあ、見つけるのめっちゃ早いんですけど、公演とかライブとかもろもろイベント系とかは今日行くよとか今日入りますとか、なんか座席まで教えてくれたらもうバッチリって感じです。まあ教えてくれなくても見つけちゃうんだけどね。見つけちゃうんだけど、そこら辺は大丈夫なんですけど。今日も端から端まで見てた。いやなんか広すぎて意外とやばいどうしようと思ってやばいどうしようと思って、とりあえず見とかなきゃと思って、せっかく、まあ、近い場所じゃないんで、近い場所、まあ、人によってはすごい近くに住んでるかも、住んでるって人もいるかもしれないけど、すごいなんか境からも時間かかる場所だし、そうすごいわざわざ、しかもなんか出演時間もそんな長いわけじゃなかったから、極力見つけないとと思ってずっと見てたこんばんは。ただ一般のお客さん、一般のお客、みんな一般のお客さんか、なんだろう、ファンの方じゃない方とかももちろんいらっしゃったから、そうすごいね、どこだろうと思いながらキョロキョロしてたネイル今めっちゃ可愛いんだけど、見せたいんだけど見せれる距離じゃない。私ねめっちゃ視力いいんですよ。でお見送りっていうのがあって、公演終わって一番最後にお見送りって言って、メンバーがねこうやってこうやってやってるんだけど、その前を通って生きるので、そうやってこうやってやってくれたら見るよ。ネイル、女の子がネイルしてるのいいね、かわいい、最高。私も今度買いに行くんだ。
もう伸び伸びだから、冬コンに向けて冬っぽいデザインにしていきます。成人式にも向けて、いや成人式までにはねもう一回変えたいかも、もう一回変えたいかも。公園見てほしい、いや本当に公園来てほしい、ゆず公園大好きなの公園大好きなのゆず、マジで本当に。お見送りもおしゃべりできるから話しかけてね、まあ私から話しかけちゃうけど、あったかさなく、でも開いてんのよここ、ほら見て、ここも開いてんの、ここ風が通る。こんばんは、お見送り体感何秒、私的には 5,6 秒ぐらいあるけど、多分そちら側だとしたら一瞬なんじゃないですかね、わかんないけどお見送り名前呼んでくれて幸せすぎた、覚えてるからね覚えてますから、覚えてる方はめっちゃ名前呼んでる、 2,3 秒の感覚、あ本当そんな結果、まあでもそれぐらいですよ、粘る頑張る、いや本当にね、あのね喋りかけたもん勝ちだと思います、本当に喋りかけた方が印象に残る、こっち的にも。お見送りの時育ちして手振ってくるんです、私ね床にベタッと座りたくないんですよねでも膝もつきたくないんだよね、どっちも嫌なんだけど、なんか本当はもうね立ってねお見送りしたいぐらいなんですけど、叶わないんで膝立ちの方が目線が合うから膝立ちにしてるって感じ。まあでもベタって座るとちょっと上目遣いになるじゃないですか、それも可愛いなと思うんですけど、うん膝立ちにしてます。当日券とかね、ないんですよ当日券、そう当日券ないんだけど、そうなんです、私がもう特別に入れてあげようかってくらいなんですけどね、本当に事前に応募して当選したら来れるって感じですね。でなんかでもトレードっていうのがあって、もしかしたら当日に入れるかもみたいなものもあるんですけど、公演によってそのトレードができるかできないかっていうのもあるので、難しいです。難しいですは応援のハードル、応募のハードルとか、そうそうなんだよね、なんかさお友達が行くからついていくとかだったらまあ別に難しくはないじゃないですか、けどなんかそうそうなんですよね、そうそこがね難しいなって思う、自分でもなんかなんとかしたいんですけどね、この感じなんかせっかくこう気になってくれてたりとかしても、なんだろう公演応募できなくて会いに行けないみたいなのとかさあると、やっぱどうしてもこちらとしてもちょっとなんかもどかしい感じがしちゃうから、うーん難しい、一言で言うと。こんばんは、平日の公演比較的当たりやすいから狙い目だそうです、
確かに。でも土曜日とか昨日とかは特にだけど、久しぶりに見る方とかが多かった気がする。こんばんは。鉄の行きたいし、鉄の出るよ今度12月の3日。 S は28ね。出るよん。こんばんは。今日は何分に終わろうかな。このあとね、そうインスタライブしようかなと思って、今月やってないからまだやりたいんですけど、50分ぐらいになったらじゃあ終わろうか。50分に終わるね。充電しとかんといかんわ。なんかさ、携帯変えたばっかなんですけど、なんか充電頻繁にすると良くないっていうじゃん。でもなんかさ、本当にさ減るのが嫌すぎてさ、すぐしちゃうんだけど、どうにかならないこの感じ。まだ 64% だったけど、しちゃう。気づかれてないと思っていても見つけてくれたり、石黒さんはよく見てるんだなと思う。石黒さんよく見てるよ。もちろん。でもペンライト振って、私のペンライトカラー赤と黄色なんですけど、振ってくれてる方は見てるよ。見てるよ。ゆずきちゃんってなんて呼ばれてるの？かわいい。ゆずきちゃんってあんま呼ばれないんだけど、なんでもいいですよ。お前とかぐらいは嫌だけど。お前以外なら全然なんでも大丈夫です。お前さとかは大丈夫です。あの、怖いんで。あんまり確かにゆずきちゃんって呼ばれんかもしれん。地元の友達ぐらいかも。でもゆずきちゃんもないな。なんて呼ばれてんだろう、ゆずって。分からん。今日から姫の、じゃ今日限定やって。今日限定やって。こんばんは。ゆずきちゃん、ゆずちゃん、ゆずちゃん、ゆずちゃん、なんて呼ばれてんだろうね。なんでもいいですよ。でもあんまりなんかこう呼んでほしいとかも言ってないし、本当に呼びやすい感じで大丈夫です。ゆずきちゃんって可愛い名前すぎる。本当に？あんまでもさ、今は好きだけど昔は好きじゃなかったよね、自分の名前が。今はね、お気に入りです、漢字含め。好きな名前だったんです。好きな名前二文字。
か、うんがつく名前が好き。でも3文字も可愛いよね。うん、でも結局ね、名前ってね、全員素敵なんですよね。全員素敵なんです、結局は。名前って素敵なの、みんな。いいこと言う。言う？インライブ遊びに行くね。ありがとう。インスタライブ。メール送ったらするね。すぐ送ります。でもなんかだいぶ巻きが取れてきて悲しい。家帰って爆睡してました。2、3時間寝てたかも。めっちゃ寝てたよね。さっきまで一人でお酒飲んでて孤独だったから、こんな可愛い子と偶然出会って幸せ感じてる。一人でお酒飲んでるんですか？かっこいいやん。さりげない見込み入ってるの可愛いです。可愛いっしょ。これ一番好きなの、私のこの髪型。一番好きだし、一番盛れる多分。まあでも今日の衣装はポニーテールだとちょっと微妙だなと思って、まあ風強かったら嫌だなと思ってポニーテールやめた。私はでも耳かけてた方がいいねって言われることが多いから、耳かけはマストです。もうほとんど耳かけます。髪型は公演の時とかは特にね、そうボサボサになっちゃうので、耳かけます。耳が可愛いです。耳ちっちゃいんだよな、伝わらんけど、めっちゃ耳ちっちゃいの。ショールームは一旦終わろうかな。ありがとうございました。ありがとう。メール急いで送ったらインスタライブするので待っててください。ありがとうございました。ありがとう、みんな。また明日。ありがとう。またね。また明日ショールームは。ありがとうございました。おやすみ。ありがとう。バイバイ。ありがとう。